ラファエル・ホセドリス・エルナンデスは、ドミニカ共和国、ラ・ロマーナ州、ラ・ロマーナ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のトロントブルージェイズ参加所属、リビナ・プロビデンシア高等学校卒業後の2004年にアマチュア FA としてシカゴ・カブスと契約してプロ入り、2006年にアリゾナリーグに加盟する参加球団のアリゾナリーグ・カブスでプロデビューを果たした。 2008年シーズンを棒に振ったものの、2010年にサザンリーグの AA 級テネシースモーキーズまで昇格した。2011年トリプル A 級を経ずにメジャーへ昇格すると、9月26日のサンディエゴパドレス戦で6回途中に2番手投手として MLB 公式戦デビュー。1回1、3を投げて無失点にしのぐとともに、 オーランド・ハドソンからの空振り三振で MLB 初の脱三振を記録したが、この試合に登板しただけでシーズンを終えた。2012年、MLB 公式戦34試合に登板。MLB 初勝利を挙げたが、公式戦通算では2勝4敗、防御率6.39という成績にとどまった。2013年、MLB 公式戦5試合に登板。 10月9日付で FA になった。2013年12月にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2014年は参加の AAA 級フレズノグリーズリーズに所属したがリーグ戦4試合に登板しただけで5月26日に契約を解除された。2014年12月にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。2015年は 参加のトリプル A 級、トレド・マッド・ヘンズで43試合に登板。7勝5敗、防御率4.61を記録したが、メジャーへの復帰を果たせないまま、11月6日付で FA になった。2016年1月18日に NPB の阪神タイガースと契約したことが、球団から発表された。背番号は98。先に契約したマルコス・マテオと同じく、 前年まで在籍した5ノボルカンに代わるクローザー候補として獲得した。入団後はオープン戦までクローザーの座を待てよと争った。しかし1軍へ同時に登録できる外国人選手に関する NPB の規定との兼ね合いなどから公式戦は2軍で迎える。1軍でセットアッパーを務めていた福原忍や開幕から1軍に入っていた。 新外国人野手のマットヘイグがいずれも不審に陥ったことを受けて4月19日に来日後初の出場選手登録で1軍に昇格した。昇格後はクローザーのマテオにつなぐセットアッパーとして1軍公式戦15試合の登板で1勝2敗後ホールドを記録。5月には三連投などによる登板方の影響で救援失敗が続いたため休養が 必要という首脳陣の判断で5月19日に登録を抹消された。抹消中にマテオが右肩の関節炎で戦線を離れたことから5月31日に再登録。再登録後は主にクローザーを務めていたが右肘を悪くしたため7月31日に再び登録を抹消された。その後は一軍へ復帰できないまま。 シーズン終盤の9月24日に、右肘の診察と治療のため、ドミニカへ帰国。結局、一軍公式戦33試合当番、3勝3敗、8セーブ9ホールド、防御率2.12という成績でシーズンを終えた。帰国後の10月に、右肘の手術を受けたため、阪神球団では、シーズン中の実績を高く評価しつつ、術後の状態を慎重に考慮。 マテオの残留とロマン・メンデスの獲得を決めた一方で11月30日までに NPB へ提出する契約保留選手名簿からドリスを外した12月2日付で NPB から自由契約選手として公示されたが球団では公示後もドリスへの調査を続けた2017年ドリスの右肘が実戦で投げられる状態まで回復していることを 球団関係者が1月にドミニカで確認。ドリス自身も2月16日から沖縄での春季1軍キャンプに参加している。2月22日にはトライアウトを兼ねて紅白戦に救援登板。1回を投げて1点を失ったが、ストレートで最速時速1 5 3トルを記録したことから、試合後には球団と正式に再契約を結んだ。 契約期間は1年で、前年に続いて、背番号98を着用。一軍公式戦の開幕からクローザーを務めると、4月の1ヶ月間で10セーブを挙げたことによって、藤川9時と5が保持する球団の月間最多セーブ記録に並んだ。以降のシーズンもクローザーに定着。8月23日の対東京ヤクルトスワローズ。戦では、このシーズンで、 初めて複数回を投げた末に、球団史上3人目の一軍公式戦シーズン30セーブを達成した。結局、セントラルリーグトップの37セーブで、チームのクライマックスシリーズ進出へ貢献するとともに、同リーグ最多セーブ投手のタイトルを初めて獲得した。シーズン終了後に大幅な昇級を伴った1年契約で、チームへ残留。 2018年は万全の状態で、春季一軍キャンプに最初から参加すると、前年に続いて、一軍公式戦の開幕からクローザーに起用。一軍公式戦55試合の当番で32、セーブを挙げたが、来日5サイトの7敗と4非本塁打を喫するなど、通算防御率2.85ながら勝負どころでの、救援失敗が相次いだ。特に、 同点示での登板で打ち込まれる場面が非常に多く、7敗のうちの6敗を喫していた。前述した契約保留選手名簿の提出期限までに、翌2019年までの契約がまとまらなかったことから、12月2日付で NPB から自由契約選手として公示されたが、12月12日には1年契約で残留することが球団から発表された。 2019年、救援要員として、ピアース・ジョンソンが入団したが、自身は、クローザーとして、レギュラーシーズンの開幕を迎えた。4月24日の対 DNA 戦でシーズン4個目のセーブを挙げたことによって、阪神在籍中の一軍公式戦、通算セーブ数が81に達したため、5のボルカンが保持していた。 阪神の外国人投手による公式戦の通算最多セーブ記録を更新した。その後も8月下旬まで1点台の防御率を維持していたが、実際にはセパ交流戦の期間中から救援の失敗が続出。球団が打線を強化すべく7月にヤンガービス空当て、内野手を獲得したことも重なって、同月26日には空当てなどと入れ替わる格好で、 出場選手登録を抹消された。8月20日から空アテに変わって、再び昇格したが、抹消前までジョンソンと共にセットアッパーを務めていた。藤川がクローザーとして7セーブを挙げていたため、ドリスはセットアッパーに転向した上で、チームの2年ぶり CS 進出を後押しした。レギュラーシーズンでは、一軍公式戦56試合に登板。5勝4敗19セーブ10ホールド。 来日後最高の防御率2.11という成績を残したほか、CS でも DNA とのファーストステージ全3試合及び、巨人とのファイナルステージ1試合に登板した。契約保留者名簿の提出期限までに、翌年の契約で合意に至らなかったため、同様の事態に至ったジョンソンと共に、12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。リス自身は、 CS 直後の時点で、阪神への残留を希望していたが、在籍中の実績を MLB の球団から高く評価されていたこともあって、結局は、ジョンソンと共に MLB への復帰を決断した。2020年2月5日に、トロントブルージェイズと契約した。推定年俸100万ドル、単年ベースの契約で、2年目の契約に関する。 選択権を球団が保有する条項も設けられた。背番号は41。7月24日にタンパベイレーズとのシーズン開幕戦8回裏に自身7年ぶりの MLB 公式戦登板を果たすと MLB では2012年以来8シーズンぶりのホールドを記録した。シーズン全体では MLB 公式戦24試合の登板で2勝2敗、5セーブ7ホールド。 防御率1.50を記録。シーズン終了後の10月30日には、球団が上記のオプションを行使することによって、推定年俸150万ドルという条件で、チームに残留することが発表された。2021年5月9日に、グレード1の右皮膚筋の痛みで故障者リスト入りした。8月17日に、DF となり、21日に、 マイナー契約となって、参加のトリブル A 級、バッファロー・バイソンズへ送られた。最速102マイルパーアワーを記録する速球と、フォーク、スプリットを投げる。阪神時代に記録した時速161キロメートルは、2017年8月29日のタイヤクルト戦球回表に、左打者、山崎明太郎の内角へ投じたストレートで計測したもので、 当時の球団史上最速記録にもなった。阪神入団後は2017年シーズンまで基本塁打が少なく n p b 一軍公式戦に通算で97試合に登板しながら88試合目の登板だった9月5日の広島東洋カップ戦で安倍智弘にさよなら2点本塁打を打たれるだけに留めていた。しかし、 翌2018年シーズンには、非本塁打が4本に急増。9月17日の横浜 DNA ベイスターズ、戦では、延長10回裏に、ね、2人外から来日2度目の、サヨナラ本塁打を打たれた。このサヨナラ負けによって、チームはセリーグで DNA との同率5位から、単独再開へ転落。後に一時5位へ浮上したものの、チーム17年ぶりの再開でシーズンを終えている。 日本球界でのプレーを決意したのはカブス時代の2013年に海外 FA 権の行使によって阪神から移籍してきた藤川との間で失業等を繰り返したことがきっかけだった。阪神への入団記者会見では日本や日本人に関する質問に対して藤川は真摯に答えてくれた。藤川の話を聞いたことをきっかけに このように人柄の素晴らしい投手がいる日本でのプレーが自分にとって一つの夢になったと語った。なお、藤川も2015年11月に阪神へ復帰したため、2016年からは同球団で再びチームメイトになっている。2017年4月には藤川がカブスへの移籍前に二度達成した前日の阪神球団記録をドリスも記録している。 ドレッドヘアがトレードマークであり、試合中には髪の毛をまとめるために帽子のもとに水泳棒をかぶっている。ありがとうございます。